はい。えー、先日、こちらの、えー、ボルボのディーラーにて、靴磨きイベントを行いました。えー、その時磨いた靴の方をちょっと紹介していきたいと思います。えー、ブランド名ちょっとわかんないんですけど、もともとちょっと村っぽい、こういった革で、なんて言うんですか。あのー、こうやって綺麗になりました。まあ、ワックスも濃いやつを使えば、 靴クリームこれ入らないんで、まあ、ワックス濃いやつをやればあ次も入りましたでこれが同じ方の同じ靴で名前忘れちゃったんですよジェンツ G でゲッツじゃないこと確かなんですけどこれは結構カサカサだったんで靴クリーム入りましたねまあダークブラウン入れてもそんなにダークブラウンみたいな色にならないので まあそれで十分でした。大変喜んでいただきました。で、こちらが女性の方のドクターマーチンでしたね。まあ、ドクターマーチンっあんまり靴ク,クリームとかワックスやるとすごいツヤが出ちゃうので、ただこういった傷を消したいので、ある程度ツヤを出しました。まあ、すごい喜んでいただけましたね。あんまりツヤツヤになるのは、まあ、好みじゃないかなと思います。で、次がこのストレートチップが、うーんと、 左の内側にちょっと傷があったのでこれもワックスをちょっと多めにゴシゴシ使って、まあ、リムーバーとかでやると取れるのかもしれないですけど、まあ、ちょっと短時間で仕上げてトラブルになるといけないもんですからここは安全牌でき、まあ、綺麗に仕上がったと思いますでここからですね小物がいきますえっ、ー、とこれはですね今の旬のオリックスバッファローズですか今ちょうど日本シリーズヤクルトとやってますけどそれの名刺入れ ちちゃくちゃくオリックスファンなんですよ僕っておっしゃってましたけど、まあ、名刺では結構油が抜けてましたねはい次ここからですねまたイルビゾンイルビゾンテでしたっけイルビゾンテ祭りになりますねまあヌメ川がいい感じで味が出てきたんですけどちょっとそのロゴの右のところはあこれですねものすごいクリームがあの浸透するんですよなんかもちもちっとした感じで このヌメ側って色があんまり変えたくないなって方多いんですけど、まあ、色はどうしても変わっちゃうんですよなのでこのヌメっぽいのを買った時に生かしたいのであればあまり角にクリームを塗る必要はないかなとこちらもイルビゾンテなんですねまあこれは珍しい赤い感じこういうのもチャックを開けて内側から指をグッと押さえてクリームを入れると よく浸透してくれますね。うん。写真だと全然わかんないですね。変わったか。まあ、触るとわかるんですよ。なんかもちもちっとしたりとか、爪でピッてやると傷がつきにくくなると。こちらもイルビゾンテではないんですよ。これがびっくりポールスミスですね。まあ、中見てわかるんですけど、まあ、こういった色落ちを直すにはあのクリームだけじゃなくて。 補修剤みたいなのが必要なんですけどある程度何もやってない方のこういった財布とか小物だって革小物だったら油で色がなんとなくなじむのでこちらもイルビゾンテなんですけどこれはもう「This is イルビゾンテ私がヌメ側です」みたいな完全に飴色になっててここまできたらもう味ですねまあ味と汚れ柔らかさとヘタリっていうのはかなり背中合わせなんですけど。 まあこのブランドのそれは良さではないでしょうか。本当に好きですね。この方はこれ5個ぐらいですかね。あのポールスミス以外は全部このイルビゾンテっていうので、まあお財布やら、一つはメガネケースなんですかね。それをお持ちいただいてました。まあ光沢が出たりとか手触りが変わるので、とても喜んでいただきました。これもイルビゾンテ。 ごめんなさいねこんだけイルビゾンテって言っててイルビゾンテかイルビゾンちょっと定かではないんですけど、まあ、これも本当に手触りが変わるので非常に喜んでいただきましたまあコバも磨いてコバって角のところですねそこを磨くとまだもっとツルツルっとした感じになるんですけどでやっぱりここで活躍したのがこのコロニルの1909スプリーム DX デラックスクリームですねこれはすごい活躍してくれました 水分がプッと入ってくれるので,でこんな感じですねその際は販売用の靴も持ってきましたしカバンのオーダーもできるようにそして、えー、皆さんに履いてもらってね一個も売れなかったんですけどまあ見ていただくだけでもいいかなと思いました感染予防もしっかりそしてお昼はうんカレーをいただきましたねうんココイチのカレーでしたねもうただほどうまいものないですよね でこれがスコッチグレーンですね、うん、これほぼ新品だったんですけどなんか履く前にということですごいいい心がけだと思いましたでここの辺りでちょっと何個か取れなかったんですけど、まあ、この後にブラックレーベル34紹介なんですかねカバンを磨きました、まあ、角すれがあったので、まあ、黒い1909先ほどのクリームとニュートラルなクリームがあったのでそれを えー、角っこに塗って補色をいたしました、まあ、とても喜んでいただきましたでこちらがお財布ですねでこういったお財布にクリーム塗るとあんまり染み込まないんですよでさっきの1909クリームの弱点があってこういった寒い時期ってこの最初塗ってると、あのー、浸透してるなと思うんですけど次の日にそのクリームがちょっと乾いて白っぽくなってきたりするんですよ特にこの柄 こういう、なんていうんですか、型押しというのか、ちょっとデザインがある革には要注意です。これ、よく見たら、ルイ・ヴィトンだったんですね。こういう革は必ず残っちゃうので、要注意。で、こちらの靴が、えー、息子さんがラグビーやってた方の靴ですね。まあ、あんまり履かないからって言ってて、息子さんは小学校6年生で、やっぱりあの、もうだんだん親の言うこと聞かんくなってくると。で あのついつい試合があったりすると夕飯の時にこうやって「ちゃんとやれああいうふうにやれ」って言っちゃうっていうのをちょっとあの悪い癖だなと言って反省されてましたねご自分も。とこちらが、えー、っと何かのストレートチップですねこれもあの少しツヤを多めに出して、えー、綺麗になったと思います、えー、この方の時に反応が伺いたかったんでちょっと胸ポケットに録音のボタンを押して隠し撮りしたんでちょっと聞いててください。 できましたけど、こんな感じです。はい。あ、ほらつやつやになってます。あ、すごいすごいね。どっちかってる。ありがとうございます。はい。別の傷がなくなったってわけじゃなくて、まあ今朝木のてのワックスっていうので少しコーティングしてあるので、はい。まあこれ以上綺麗になることはないんですけど、悪くなるのはありますんで。上手に。はい、お願いしま上手に履いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせします。 いや、これ以上綺麗になることはないですけど、悪くなるのはあっという間、だだ滑りでしたね。まあ、こういった感じで、やってます。ではまた。